ニュースキャスター。ニュースキャスターとは、報道番組に出演し、ニュースを紹介しながら司会、進行する役割の故障、または職業。アンカーについてやキャスター、ニュースリーダーなどの意味については、原義と類義語の節を参照。ニュースキャスターとは、放送メディアで報道番組に出演し、番組全体、または特定のコーナーを、ニュースを紹介しながら司会、 進行する役割の日本独自の故障、または職業である。定義や故障は国や地域、番組によって様々である。番組制作への関与の度合いにおいて文化圏や個人の心情により、差異が見られる。番組の出演者はニュースキャスター一人の場合もあるが、規模の大きな番組では複数キャスター性を取ったり、コメンテーターやアナウンサーを伴ったりする場合もある。 ニュースの読み上げはニュースキャスターかアナウンサーが行う。ニュースに対してのコメントや解説はニュースキャスターかコメンテーターが行う。番組にゲストとして話題の人物が招かれニュースキャスターがインタビューすることもある。同じような時間帯の報道番組を比較するとニュースのラインナップは似たようなものになりがちである。番組タイトルやスタジオの作り、ニュースの切り口、特集、 スクープなどで違いを出せるが、最も他との差別化を果たし得るものの一つは、個性あるニュースキャスターの存在であろう。ニュースキャスターに寄せる信頼感、安心感、行為は、視聴者、聴取者がチャンネルを選択する動機となるので、放送局は、人気、実力のあるニュースキャスターの獲得に躍起になる。TBS、筑紫哲也ニュース23や、NBC ナイトリーニュースウィズ、 ブライアン・ウィリアムズの NBC ナイトリーニュースのようにタイトルにニュースキャスターの名前を含め明確にニュースキャスターの個性を全面に出している番組もあるアメリカではかつてアンカーがニュースに対する主権を述べる述べないについてアンカーの行動は二手に分かれた番組の終わりにコラムコーナーを設けていた代表的なアンカーにエドワー・マロンが逆にコメントは 徹底的に避けるべきとした意見の象徴にウォルター・クロンカイトがおり、クロンカイトの戦争継続反対発言、1968年とそれを一つの要因とするジョンソン大量の再選出馬断念という一言の経緯が有名。コメントを行わない主義であっても、ゲストを起用したり、番組の構成に微妙なアクセントをつけることで無言のうちに自身の意見を示唆するという手がある。 ニュースキャスターにはジャーナリスティックな資質が不可欠であり、木村太郎はニュースキャスターをゲートキーパー、つまり情報の交通整理員と表現した。番組出演中は、例えば現地中継のリポーターやゲストに的確な質問をぶつけて情報を引き出す場面や臨時ニュースが入ってきて情報が錯綜している時に視聴者、聴取者が混乱しないように情報の真偽を見極めつつ、 整理しながら伝える場面などでニュースの背景についての理解と判断力が問われる。またニュースキャスターによっては現地から番組を進行したりリポートを行う場合がある。アメリカを典型として国によってはニュースキャスターは番組出演の他にニュースの取材、編集や番組構成にも影響を及ぼし編集権を有している。そのことで現行の修正を求めたり 放送させないこともできる。編集権など権限を有する場合、報道記者として長年経験を積んだ経歴を持つ。報道番組への当番を機に、それまで出演していたバラエティ番組や CM を降板し、仕事をほぼニュースキャスター業を一本に絞るようになるものも存在する。この理由としては、ニュースキャスターのイメージ原始等がある。また、先進国では、 ニュースキャスターは、基本的に、CM 出演は行わない。これは、報道内容の公正性を担保できなくなるためである。ただし、日本においては、ミノモンタやラサール石井・イシ夏ナツメ・ミクなどの例外もある。職業の性質上、ニュースキャスターにはクリーンな印象が重要視される。本人並びに身内に、不祥事があった場合、担当番組からの降板が避けられない事態になる。 こともある。ニュースキャスターは、通常、アンカーパーソン、A person who reads the news and introduces the reports of other broadcasters on,A television news program という、アンカーとは、船の怒りのこと、番組の中心となって、ニュースを掘り下げ、かつわかりやすく視聴者に伝える役割からそう、呼ばれるようになった。またもともとジャーナリストの世界では、 特に週刊誌等で最終的な記事を執筆する人間をアンカーマンと呼ぶ習わしがあり、ジャーナリスト、分業性も参照、その用法が転じたものとも言われる。イギリス英語で言うところのプロゼンター、プレゼンター、披露する人は報道番組で用いられた場合、アンカーに近い意味になる。アメリカ英語ではほぼ使われない。イギリス英語よりの語として、ニュースリーダー、 ニュースを読む人がある。番組出演時の役割はニュースキャスターやアンカーと同様であるが、取材、編集過程や番組構成への関与はなく、原稿を読む役割しかない。日本ではアナウンサー職が担当するが、イギリスはアナウンサーだけでなく、記者出身者もいれば、俳優から転身した人物もいる。日本では NHK が影読みナレーションに近い定義で、 リーダーと呼称して使われる以外、ほぼ使われない。ニュースキャスターを単にキャスターと略すのは和製英語である。キャスターは報道番組だけでなく情報番組の司会者にも用いられる。スポーツニュースを専門に担当するスポーツキャスター、天気予報を専門に担当するお天気キャスター、または気象キャスター、スポーツキャスターやウェザーキャスターということもあるが、 キャスターではなく、アンカーやプロゼンターという表現が一般的。その他、日本語圏においては、芸能キャスター、情報キャスター、フィールドキャスター、取材キャスター、マーケットキャスターなど、様々なジャンルキャスターの形の用語が作られている。キャスターはこれらの総称の場合もある。スポーツキャスターであれば元スポーツ選手、お天気キャスターであれば気象予報士のように、 放送業界出身ではなく専門業界出身のキャスターも存在する、口実。本来の意味に従った両者の違いは、アナウンサーはニュースを読み上げる、ニュースキャスターはニュースを語りかけると表現されることがある。しかし、日本のアナウンサーは業務の幅が広く、ニュースに臨機応変にコメントしたり、ニュースの取材、編集の人員に加わったりすることもある。また、 ニュースキャスターという語も、イギリスに比べると、記者経験よりも番組出演に、重きが置かれる。放送局のアナウンス部に所属する者を、レイレイ、アナウンサーとし、契約社員や、派遣会社に所属する、フリーアナウンサー、芸人や、芸能人を、レイレイキャスターと表記する場合もある。NHK ニュースなどでキャスターを務めた、NHK アナウンサーの森田美幸は、 皆困っていると思うんですよ。周りがキャスターと呼べばキャスターですし、アナウンサーと呼べばアナウンサーですしねと語っている。日本ではニュースキャスターのニュースの取材、編集過程や番組構成への関与の度合いにはあまり注意が払われず、単に報道番組の司会者であればニュースキャスターと呼ばれる。1980年代 CNN でウォッチでの文化人起用や ニュースシャトルでの星野智子起用など報道関連の経験が全くない芸能人や文化人がニュースキャスターを務めるケースがある。ローカルニュースや朝のニュースは男女ペアを組んで放送することが多いが CBS、NBC、ABC の三大ネットワークで夕方に放送する全国ニュースに限ってはアンカー一人で進行する。彼らは 国民から高い信頼が置かれており、アンカーを粗末に扱うと、次の選挙で票に跳ね返るため、政治家も彼らに対して敬意を払うことを忘れない。アメリカでは、大統領が勝手なことを言えないものがこの国に三人だけいる。三大ネットのアンカーだという格言まである。もっぱら番組進行はせず、ニュース以外の専門情報を伝えるキャスターを別に、しつらえる場合がある。 プロ野球など国内外のプロスポーツ、時にアマチュアスポーツを伝えるキャスター。説得力を求められるため、世界大会などで実績のある経験者が起用されることが多い。実際に実績を出したスポーツ選手が引退時に次の職種としてスポーツキャスターを挙げる例がよく見られる。近年は元スポーツ選手がスポーツキャスターではなくニュースキャスターに選ばれる例もある。 陣内紀美子、牛尾田玲子など、番組内で天気情報を伝えるキャスターである。日本国内においては気象業務法に基づき、かつては日本気象協会所属の男性が務めるケースがよく見られた。1993年に同法が改正されたことによって気象予報士制度が導入され、以降は気象予報士資格の有資格者がキャスターとして、 重用される傾向にある。ただし、天気情報のアナウンスや解説など、将来起きうる気象現象の予報を伴わない業務については、有資格者でなくても行うことができるため、アナウンサーの他アイドルやモデルなど本来と異なる職種の人材もキャスターとされる場合がある。この場合は、気象予報士がまとめた原稿を読み上げることになる。お天気お姉さんも参照のこと。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。